どうも、構図です。今回ですけども、岡部凛卒業に思うことということで、ね、10年よくやってきましたが、卒業公演の瀬取りから見ていきましょう。卒業公演行ってみた Vlog がすでにアップ済みなので、そちらもぜひご覧ください。会いたかった覚えないもんでヘビーローテーション。そして、ゆりを咲かせるかごめんね、好きになっちゃってっていう。いや、これが神瀬取りでしたね。いや、俺多分劇場でごめんね好きになっちゃって聞いたの初めてかもしんない。で、ロマンティック準備中もいいよね。で、言い訳メイビーで、夢の川はもう絶対泣かせに来たよねっていうので、桜の花びらずちゃんと入れてんのでかいで、アンクレット初選抜でね、で主演ということで、オーディションを受けたことを後悔したことは一度もありません。本当にこの道を選んでよかった。人生2回目も絶対 AKB を選びます。アイドルの私と出会ってくれて応援してくれてありがとうございました。アイドルになってよかった。10年間本当にありがとうございました。リンよりということで、心の中は幸せだけでいっぱいです。字綺麗だよね。10年間本当にありがとうございましたということで、いやーもうやっぱね泣いちゃいますよね。てか、まあマジでこの卒業公演の瀬取りがめちゃめちゃ良かったのは、てか俺が結構刺さった。そうめっちゃ良かった。まあでも本当に、いやだからもう多分もう体力的にもモチベ的にもさ、いやこっからまたねえ、まあ、10年とは言わないけど、まあでも指原岡部と10年以上ねえ僕は応援してるメンバーがいますけど、なかなかさ、なかなかもう出てこないかもしんない。だと今からさ発掘して10年ってなったら俺もう40超えてんのよ俺。いやー無理じゃないかな。もうなんかそんな体力ない。そう、いやだからね、いやこういうの巡り合わせもあるけどね、本当に同じ時代を生きるという巡り合わせもあるけど、いやー本当にお疲れ様でしたっていう。いや俺は本当に劇場公演で初めて岡部凛ちゃんを見て、あの時あの日あの時あの場所で僕たちは出会わなければ。見知らぬ二人のママっていう。あ、歌のあれもありますけど、いや本当にあの時に釣られてなければ、僕はきっと岡部凛ちゃん推しにはなってなかったと思うので、ね、卒業公演の倉野ちゃんがね、凛ちゃんのあざとさについても触れてましたけど、まあでも本当あれがなかったら僕は本当にここまでどっぷり岡部凛さんにはまることはなかったと思うので、いやだからね、その僕は毎回ね評論家としてね劇場公演でオタクを釣りなさいというふうな話をよく言ってるのは実体験にも基づいてるんですけど、いや本当よ、あれがなければ、っていうのはやっぱあるんだよね。まあ逆に言えばあれがあったから今があるわけでもあるからね。なんてもうこれ語り出したらキリがないからさ、まあこういうちょっとふんわりした感じで終わりますけど。でもまだなんかその個人のファンクラブイベント的なのはやるみたいですから、まあそれちょこちょこ通いながらって感じですかね。ただ本人がさ、その舞台に本腰入れてるから、俺は舞台嫌いだからさ、そこがなあ残念だなっていうところですけど、本当にファンミぐらいしか俺行く場所ないな多分。まあそんな感じでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。YouTube 向けに出た。1枚5秒でしたね。1枚5秒。だからその AKB よりはやっぱ単価高いっすね。
はい、6分終わりまして、今ね、4時45分ぐらい。いやー、15分、まあ20分から並んでるから、実際25分だけど、25分で、岡部蔵王という、結構並ぶ面の、終わらせて、ようやく私は帰路に着きます。動画撮れるんだって、すごい。お見送りです。すごい。俺顔出しできねえんだ俺。俺ナルタオチャンネルには負ける。あずき、当たった。てか入ったわ。2投目で入りました。誰で取るかは取った後に、報告しますんでお楽しみに。ステッカーもらった。いやまだねイベント中なんですけど、もう鬼の勢いで5周するっていう。いや今日ね一番楽しいオタ活かもしれない。今年一番楽しいオタ活かもしれない。はい、でも大満足ですね。めっちゃ高まってる。あの柳瀬玲矢ちゃんともお話できましたよ。あのなんだあのルコックロティはランチで行ったよって言ってました。ディナーであれ知ってたら結構あれだなっていうのを動画で言ってたら多分見てくれたっぽくて、なんかあのねツイッターでその動画投稿しましたってやつにいいね来てて、おっと思ってその話が今日できるぞと思いながら今日臨んだんですけど、いやめちゃめちゃねめちゃめちゃいい接触でした。でハーチとも話して、で胃袋もそのなんだっけコーズアンダーグラウンドって YouTube やってますって言ったら、あ、生誕祭の動画上げてるみたいな。で、一日所長も上げてますって。まあ、それもちょっと一脇あり。で、その分、あの、いぶきちゃん、くるたん、ハーチの順だったんで、そのハーチとの接触が薄くなるというのがあったんですけど、でもハーチともね、なんか、だいぶ痩せましたねとか言われて、15キロ減って言って、ちょっと驚かれた。で、豊永さんとは、あの、絶妙な距離感で、での接触。はい。で、矢野瀬レアちゃんとは、その話をして、で、エミリーが結構食いついてたのが超でかくて、エミリーがね、写真撮ってる方ですよね、みたいな。コウさん知ってますみたいな。マジかみたいな。いや、めっちゃ熱い。僕はあの、エミリーの顔面が好きなんで、そう、ビジュアル一番好きなんで、そう、めっちゃ高まってしまった。そう。で、最後、ミクリンだったんで、で、ミクリンは、もう当然、あの、知ってくれてるので、あれですけど、そう、あ、コズみたいな。あの、知られてる対応をされ、